プレゼント。iPhone4。お前の12 Pro Max 売ったよ俺。ほら、1000円。いやぁ、ベルミヤイヤイス。はい、キズメロバ、エメネです。はい、皆さん、こんにちは。はい、久しぶりの僕、一人スタートじゃない？はい、今日はね、待ちに待ったドッキリをやっていきます。でね、最近僕のインスタの DM に、めちゃくちゃさ、コメントが来るわけよ。なんかね、兄にドッキリしてくださいとか、いつ兄にドッキリするんですかとか。で、今日はもう皆さんのね、その要望に応えていきます。今日はね、ドッキリっていうか、ちょっといたずらな部分がありますね。はい。本日の企画、兄の12 Pro Max を1000円で売って、代わりに iPhone 4を買ってみた。よいしょ。はい。じゃじゃーん。懐かしの iPhone 4があります。見てこれみんな、懐かしくない？これもう何年前のやつだ？ 7 年前ぐらいのやつだよね、これ。もう僕感動してるんですけど、ちっちゃくないこれ。はい、これ僕ちょっとメルカリで買いました。で、兄の12 Pro Max はどうしたかというと、はい、こちら。メルカリで1000円で売っちゃいました。もうね、なんで1000円かというと、これちなみに16万円ぐらいで当時買ったんだけど、だいたいまあ15万9千円赤字です。で、まあ経済回そうということで、ちょっとまあ買えない人もいるんで、まあ兄多分だいぶ怒ると思うんですけど、まあこれも経済回すためなんで、はい。で、今、兄がお風呂入ってるんですよ。で、僕、その間に、ちょっと iPhone 12 Pro Max も発送しちゃいました。で、もう兄の今 iPhone ないんで、兄が帰ってきたらちょっと、はい、今日からこれ使って、みたいな感じで、ちょっとドッキリっていうか、まあ、いたずらスタートしていきましょう。おい、エブレえ？何やってんの、お前。シャワー。1時間経ってるよ、もうお前。もう出たよ。今行く。早く。動画撮るから、今日。着替えていく。早く。緑のやつ着て、お前。OKOKOK。はい。もうすぐ来ます。お前、ちょっとシワあるな、これ。これ大丈夫か？大丈夫。え、これはね、これでしょ？そう、今日これで撮ろうよ。なんか可愛いじゃん、これ。俺、まだ髪乾いてねえや。大丈夫かな？さっきお前5分ぐらいドライヤーつけてただろ。いや、5分じゃ足りないから。はい、もうここちょっとオフショットで使うから、今日。あ、そうなんだ。そうそうそう。俺、今日結構ピカピカしない？なんかお前、今日光ってるよね。いやらしいな。今日ちょっといつもよりイケメンじゃない？もうそれを動画で言ってよ、お前。まだ始めてないから。じゃあ今日はさ、珍しく、たまには動画の中で褒めろよ、お前。いやいや、もう褒めるよ。今日はさ、珍しく企画を考えるところも動画にするみたいな。場所でもしょ。そう、始まった。え、うん、僕らはいつもどうやって企画を考えてるのかみたいな動画。企画あるじゃん、もう今日。だから考えてる様子を見せるの。ああ、それ見せてるふりやん。そう、見せてるふり。ふりってなんだよ、お前。はいね。まあまずどっから考える？いつもこれ聞かれるんだよ。企画ってどうやって考えてるんですかみたいな。今日そういう感じの動画？そう、だから案内するの、僕らがいつもどうやって考えてるか。まず今流行ってるものをちょっとピックアップするの。ブレインストーミングして。そうね。まず何が流行ってる？金メダル噛んだ市長と、コロナになった市長と。ああ、やめなさい。もう全部市長じゃない。市長。市長最近有名になりすぎて。やめなさい。はい、まあまあまあ。あとは何がある？ここ使うの？本当に。いや、まあ。普通にやんね。まあ普通にやるからじゃ。普通にやりましょう。はい、まあ普通にやろうじゃ。この企画ちょっとゴミだ。はい、もしかしたら使うかも。5秒ぐらい。まあまあ、じゃあスタートするよ。本来ね、昨日話したやつね。うん、まあ、やろう。うん、置いたでしょ、どっかに。うん、さっき俺、まあ、机の上にあった気がするよ。うん、大丈夫、あとで。まあ使わないでしょ。はい、行きましょう。はい、スタートするよ。はい、キズメロバ、エメネです。よいしょ、皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、本日は何でしょうか？本日はですね、僕らが思う日本の良いところについて。やっと。はい、まあ、僕らね、もう長い間ね、まあ、日本に住んでる、まあ、兄弟なんですけれども、はい。もう中身はもう日本人だよな。そう、もう日本人で、よく、一個ちょっとエピソードがあるんだけど、僕さ、友達によく聞かれるの、日本の。エネスってさ、日本に住んでるわけで、外国人じゃんって。うん、で、スマートフォンの設定って、母国語にしてるのか、日本語にしてるのか。めっちゃさ、質問されるわけよ、俺が。ちょっと待って、そんなこと聞かれる？聞かれるよ、結構。はい。結構聞かれるじゃん。日本語でやってるの？それとも母国語でやってるの？みたいな。はい、よかった。聞かれない？そこごめん、もう一回だけ。はい。はい、そう。いくよ。でね、それをちょっと今日は皆さんに答えていきたいんだけど、はい、一応スマートフォンは僕ら日本語です。日本語だな。そう、日本語だよね。うん、逆にトルコ語にしたことある？
別にあんま本当に気にしなかったし、俺普通になんかもう日本で買ったから日本語じゃね、まあまあそうだね、うん、まあ、日本語が一番実際ねもう読みやすいし。なんでさお前今日こんなやる気ないの。やる気ないじゃなくて、待ってお前 何やってんの。ナーフですよ。なんでこんなやる気ないのお前は。サチモドですな、まさに。じゃあ、まあ、取る、何取るっつっただろ。取るけどちょっと、うん、分かったやろう。じゃあごめん今日お前が進めて、はい、なんでそんなやる気ないの。せっかくお前にプレゼント用意したのに、今日動画終わった後渡そうと思ったのにさ、なんでそんなやる気ないの。いや、やる気あるよ、ごめんね。はい、今渡すよ。じゃあお前やる気ないな、いいから動画撮ろう。まずはい、お前プレゼント買ってきた。なんかツヤがあるな俺今日。プレゼント、わかるこれ何か。え、あれちょっと嬉しい。え、嬉しく、何これ。 iPhone4SiPhone4。 え、嘘だろ。7年前の iPhone。 マジで落とすなよ。マジで入ってる。ガチで買ったよ。懐かしくねこれ。え、実は今日の動画これ、兄に iPhone4 をプレゼントしてみた。いや申し訳ないけど、いらねえよお前。なんだお前これ。いらねえじゃねえよお前。何これ、おじ見て 3G って書いてあるんだけど。いや可愛くね。もう 5G の世界ですから。いやいや、これも 5G 多分繋げられるよ。いつも着てるだろお前 5G の T シャツ。何だこれ。そう、いや iPhone4 なんかあの昔の感覚にちょっと戻りたくて。お前だって言ってたじゃんこれ。何、でも本当にちっちゃい。ちょ、お前のスマホ多分俺のこんぐらいある。今 12ProMax 使ってるんだけど、うん、比べようよ。どこにある、比べようよお前のと。だからお前をベッドに置いたんじゃないの。ああ多分だからもう2倍ぐらいあるんですよ俺の、今使ってる僕らの。お前の iPhone そうだ、もうない。お前の 12ProMax 売ったよ俺。あ、そっか、それを売ってそのお金でこれ買ったの。これ1000円ぐらいだったから、 iPhone12ProMax を1000円で売って1000円で4買ったから。いや、何でしょ。だからお前の iPhone ガチで売った、見てほら。1000円でメルカリで売った兄の iPhone。 いや、ふざけるなよ、しゃかむ。いや、ガチで売った、経済回そうと思って。いくらで売った。1000円。1000円で売った。1000円で売った、ほらここにパソコンあるけど、ほら1000円で売った、ほら1000円。いやあんま、いやいやし、もう何をすんじゃん。いやガチでこれ1000円で iPhone いくらしたかと思ってるお前。これ16万ぐらいで買ったんでしょ。売ったとか話なんでドッキリだろ。はい、ドッキリでしたでしょ。いや、ドッキリとかじゃなくて、ガチで1000円で売って、もういい、4を買ったっていう動画。でもこれ、俺の写真だよな。ソールドアウトしてるし。お前ここで撮ったやつだよ。ほら、白い皮がある。マジで言ってんの？ガチで売った。1000円で売ったの？うん、企画費。企画費とか、大丈夫。バカ野郎、お前、どうすんの？中身とかどうしよう？初期化したやな、ちゃんと。あ、やっべ初期化すんの忘れた。やめろ、ドッキリだろ。分かった、ドッキリな。いや、マジでドッキリじゃない。やべえ、だって初期化するの忘れた。これ俺も今焦ってる。いや、別に。データ入ってた？お前が困ることだ。お前の裸の写真ばっか入ってるから。何これ、ドッキリだろ、だから。いや、ガチでドッキリとかじゃない。な、マジでない。さっきお前がお風呂入ってる間発送したもん。いたずら動画だけど、ドッキリ動画ではない。俺のスマホ貸してくんね、俺ガチで怒るよ。それそれ、もうカメラも壊す。お前の顔壊すよ。まあ、送ったって、今頃多分、佐川急便。テレフォンの前何16ギガって。俺の何百ギガも、お前の多分500ぐらいだったけど。何なのこれ、やめてくんない。いいからさ、早く返して。じゃあ今日からこれ使って。いらないからこれで TikTok 使えないから。何なのこれ、お前使えるわけねえだろうよ。何この充電器。待ってこのカメラちっちゃくない。え、俺これ個人的に好きだよ。なんかさ、わかる。だって昔はこれで満足してたじゃん。お前返してくれる俺のスマホ。お前のスマホ売ったって。データが入ってるの。お前じゃあ今日の動画ないからね、夜のTikTok、その中に入ってたから。いや、それはちゃんと俺に映した。パソコンにも映してないし、お前あるよ。俺は TikTok の動画だけ映したから、後の写真とかはもう、多分今頃他の人が見てる。うん、炎上するよ、お前。多分明日ぐらいには。うん。うん、お前が多分、女と遊んでる写真もあるから。うん。うん、でも、4もかっこよくない？ね。ほら、めっちゃ綺麗だし。どう何がしたいの、お前、マジで。いいから返してくんない？わかるよ。あるんでしょ、どっかに。マジでないって、売ったってよ、お前。ガチで売ったって。まあ、1000円はちょっとやっちゃったかもね、ごめんね。いっぽっけじゃん。違う、ガチで待って、一回動画で。いや、いい反応してもらわないとマジで困るから、一回待って。本当に売ってみたっていういたずら動画だから、これは本当に。いや、もうやめねえ俺ら、お前。うまくカットするから。せっかく5万人6万人いきそうだけど、もう。いや、5万人祝いみたいな。これで動画撮れないからな。
何これ、ちょっと申し訳ないけど昔ね、いや、なんなんこれ、だって昔はそれで満足してたこれで YouTube? 何これお前、コメント開始に何分何時間かかるこれ 3G だよお前。いやいや大丈夫、アップロードに何時間かかるこれ、 5G 繋げばいい、繋がんねえからお前、これなんなんこれ、俺のあそこにちっちゃいから何これ。いやいやいや、まあ大丈夫。はい、社会名よりも冗談抜きで何してんのお前マジで。 いやいいから返せ、あるんだろどっかに。いやガチでない、ガチでない、あ本当にお前マジでない、マジでない、ほらここに売ったけどちゃんと新しい12 Pro Max 買いました、イエーイ、新しいの買いました。もう箱が違うね、新しいのじゃねえだろ、俺のだろこれ。いやこれ新しいの、新しいの買いました。新しいじゃねえ、スマホケースついてるじゃん俺のケースがバリバリついてるからはい、これはね、兄の iPhone12 Pro Max を1000円で売って iPhone4 をプレゼントするドッキリ動画でした。いやもうほぼほぼ、うん、いやこれはね、実はエムレに対するドッキリだけじゃないの、視聴者の皆さんに、 MN ファミリーの皆さんへのドッキリです。ドッキリで、まあでも最近コメントで本当にドッキリしてってね、うん、いっぱい来るんで、それででもね、俺分かってたからほぼほぼ、なんかお前がやってたから、さすがにね、前車もさ1000円でメーカーに出しやがってこいつ。いでも iPhone の方が信じたでしょ。まあいろいろトラブったけど iPhone の方がもちろん信じるけど、でもさすがにね、いろんなデータ入ってるし、勝手に初期化せずにお前がね、そんなバカなことしないと思ったし、初期化しないで送るわけねえだろこれ、見ようぜ。でもさ比べよう、いやこれね、やっぱ落ち着くよねこの色、これ全然違うのよこれ。え見て、 iPhone4 と 12 Pro Max 2倍、じゃ 1.5 倍違うね。うわ迫力の違い、いや分かるかなこれもうカメラだってさ、何それ、カメラ何個分違う大きさ、やば、え、これどうすんの、これも使おうよ。知らねえよお前、買った場所に返すよお前、知らねえよ。いやいやこれガチで俺金払って買ったんだから。いくらした、1000ちょっと、え1000円ちょっと、それが1000円なんだ、ほらこっちは15万するからまだ。いやまあまあまあ、ふざけんなお前。でも箱も別で買ったから合計3000円ぐらいなんですよ。え、でもさっきさ俺チラッと見たけど、なんか充電器っぽいのついてたね、うん、そうそう充電器ついてるよ、ほら。あ充電器じゃねえや、あそう、その充電器はもう使えないじゃんさすがに。見てこれ、何この太い部分、まあそれはいいんだけど、このイヤホン使えると思って。あもうイヤホン使える、使えない使えない、なんかあの変な流れ、ああ先がね、先でもあれアダプターで付けられるけど、こんなんまあいらないから、 Bluetooth の時代だし。いやいやいや、まあまあ、まあ、なんだお前マジ。いやでもよくない、久しぶりの iPhone4 見れて俺は嬉しいよ。いや唯一嬉しいのが、この iPhone4 が出た時まだコロナがなかったから、ちょっとなんかいい世界だったなって今思った。コロナ前に発売されたからめっちゃ安心じゃん。じゃこっちより綺麗じゃね、箱的にも。いやでもいや待ってよ、本当に今の時代回ってるから意味ねえだろ。なんなのこの動画。いやこの動画はだからもうドッキリ動画でした。みんなへのドッキリね。俺はもうほぼ信じてないから、うん、みんな信じたのかなこれ。いや多分これ結構ハードル低いドッキリだったんじゃない。みんな信じたならいいんじゃない。まあ自分はほぼ、いやいやほぼドッキリってもうね起こりつつあったけど分かってた。一応やらせじゃなかったけど、ちょっとなんかしょぼかったかな。今日はいいのかなこれ、動画になった、まあ、こんな感じで、はい、本日も皆さんご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。よいしょ、あれお前やってるんだよ。待って俺ガチでさ売る気満々だったから初期化しちゃったんだけど。え、ガチで初期化しちゃったんだけど。はお前ふざけんな、お前初期化したらお前どうすんの、お前俺のあれ、お前俺らの、俺ら二人で昨日の夜撮った AV 消えちゃったってこと。消えちゃったよお前、俺あれ多分出そうとしたのに、あれめっちゃ稼げると思ったのに。いやお前どうすんだよ、おい初期化しちゃったじゃねえかよ。ええ、ポルノに動画出したことバレた？MA 兄弟、あ、このハム炎上だよ。